萌神エオン。こんばんは、萌神ネオです。こんばんは、江守美久です。お久しぶり。久しぶり、1週間ぶりだね。ねえ、会いたかったよ、ネオちゃん。私はそこまででもないかも。なんで、仲良くして意地悪しないでください。江守美久、しょうがないな。仲良くして。はい、今夜は私たちのお友達、イラストレーターのゴマのリオさんをお迎えしております。はい、こんばんは。ようこそ。いらっしゃい。ゴマのリオです。はい、数年後にランボルギーニを乗ります、イラストレーターです。私は闇の世界の住民なんですけれども、キラキラしていたり可愛いイラストを描くと心が浄化されるので、このような作品をよく描いてます。レディオネオンの皆様、なんだこの人と思ってももう手遅れです。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。知ってたとはいえすごいプロフィールだね。どっから突っ込んだらいいかな。いっぱいあるんだけど、いっぱいあるな。ランボルギーニって車だよね。うんうん、そうだね、ブーンってやつ。コマちゃん免許持ってたっけ。免許持ってない。持ってないの。けどランボルギーニが好きなの。かっこいいから好き。そうなの。うん、違うよ、誰かに運転してもらう。あら、でしょ、でしょ。あららら、自分では運転しないよ。そうなの。自分で運転して、うん、こう、ね、そこのお嬢さん、綺麗ですねってやりたい。あ、そっちなんだ。やりたいんだね。やりたいの。トモさんはランボルギーニに乗りたいんでしょ。うん、ランボルギーニって高いんじゃないの。高い、高いよ。高いけど、買えちゃう、もしかして。そう、実は私年収5億あるんだけど。イラストレーターってそんなに儲かるんだね。あ、儲かるよ、みんなもやろう。やりたい。儲けでしょ。5億もらえるなら。5億あったら何する、みくちゃん。何しようかな。課金。課金。出た、出た。課金ゲー、課金ゲーのエモリ見て。課金ゲーじゃない。ゲーって言わないで。うん、課金ぐらいかな。あとなんだ、ウニといくら大量に食べる。あー、美味しいもの食べたい。そう、美味しいもの食べたいね。美味しいもの食べたい。毎日ジョジョ園行きたい。あ、めっちゃいい。行ったことないけど行きたい。行かない。この前初めて行ったんだけど、うん、めっちゃ美味しかった。美味しいんだね。お店の雰囲気も相まって、うんうん、私今セレブみたいな感じになってでも確かになんかね、黒くてね、なんか外からは見るの、外から中を覗き込んだりはするんだけど、一回も行ったことなくて、うん、いいな。5億あったらジョジョ園行こうね。超行きたい。毎日行こう。あ、そっか、5億持ってんだもんね。そう、そうだね。コマちゃんはさ、うん、小さい頃から絵を描いてたの。小さい時から、うん、落書きとかなんかこうノートに漫画とかよく描いてた。あの授業中も隠れて漫画描いてた。やるよね、やるよね、やるよね。なんか交換してさ、みんなで1コマずつ描いたりとか。え、なんか人と交流しつつやるの、すごい。私一人ぼっちでやってた。交換ノートもやったね。やった、ちゃんとやった。毎回止めてた私。一人10ページずつの交換ノートとかやったことがあって。すごいね。それが義務感になっちゃって。10ページは本当にない。ね、え、オフ会とかする。オフ会、結構イラストレーターさんでイベントの後にアフター行きましょうとかは結構ある。楽しそうだ ね、 ね、何十人かとか、あと交流会とか、100人規模とか。すごい、うん、すごい。ひたすらみんなでこう名刺を渡し合って、サバイバルみたいな。イラストレーターさんってみんな交流がお上手な方が多いの。あー、そうだね。じゃあごまちゃんも得意なんだ、すごいね。ねー、羨ましいわ。うんうんうん、うん